とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ最近はこの苦痛の矢とダイナモ、これにねめちゃくちゃハマってます。でついに出ました、ハープクロスボウのダイナモ付きで、さらに無限がついてんのよ。無限で、横は成長だけども、この成長もね俺悪くないなっていう風に思いました。苦痛の矢を打つと苦痛の矢がむちゃくちゃでかくなるのよ。範囲が倍ぐらいまで広がるので、まあ、これはこれでありなんじゃないかなって思ってます。はい、こんな感じです。ダメージもすごいよ。はい、わお、4億7000万。すごいっしょ。で、しかも、この範囲。うん。普通の矢がめちゃくちゃでかくなる。これいいね。まあ、冬の指先で探してたんだけども、ちょっとポロッと、このハープクロスボウ出たので、これにしてます。はい。で、防具が、ウィザーのアーマー。これだね、マルチロールがついてるので、いいかなーっていう風に思います。で、不滅のナイフだね。流れ込む魂が入ってるので、使用してるんだけども、でもまあね、火力はないのよ。火力スキルが全然ついてないので、そこがちょっとね、不安です。で、苦痛の矢を2つして、キノコ。どうだろうね。ちょっとキノコを維持させることはできないんだけども、まあ、8秒間使えないっていうことで、まあ、なんとかなるかな。はい。まあ、今日もね、古代狩りで試していきましょう。では、行きましょうか。チェスト20、シークレット2、悪くないね。悪くないぞ。やっぱこのマルチロールついてるっていうのが、いいよね。ダイナモすごく貯めやすい。ただ、クールダウンついてないから、クールダウンショットは、まあまあ引き続き、集めていきたいところだね。で、これもともと、35% 軽減のついてる、ウィザーアーマーだから、硬さは抜群にあるよね。弱体化もつけて、で、さらに、おお、痛い痛い痛い、めちゃめちゃ痛いな。めちゃくちゃ痛い、あ、いった、あっぶね、死ぬとこやった。オッケー。しゃあ。硬さはめちゃくちゃある。いけ。おっしゃ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、無限がついてるのがやっぱいいね。無限はいい。いけ。無限使えるな。これはいいね。でも、できれば、クールダウンショットが欲しいんだ。となると、もうあれか、冬の指先が最強になってくるのかな。ハープクロスボウにはつかないからね。どうだ、あ、違うわ。危ねえ。いけ。おお、成長成長しちゃった。これ、どうなんだろうね。お、いいね。めちゃくちゃいいね。これ苦痛の矢はさ、二ついる？まあ、一応いるのか。やべ。痛い。痛い。痛い痛い。ちょっと待って。これは痛いな。弱体化が入ってないと、ダメージが痛すぎる。うわぁ。あ、でも、あれだけ、ソウル吸収が、入ってるから、ソウルが溜まるのは早いね。早い。あんまり敵倒してないのに、もうすでに半分ぐらい、もう溜まってるので、それはいいかな。流れ込む魂が、結構、効いてて、HP 吸収するかなと思ったら、流れ込む魂での吸収は、なんかいまいちっぽい感じだね。やべえな。はい、来なさい、来なさい。よっしゃー！わお！綺麗だね。綺麗な花火だ。
よし。オッケー。うわ、めちゃめちゃいる。けどもう全然大丈夫。これ強いね。あ、このビルドなかなか素晴らしいかもしんない。うん。もうちょっとね、構成をしっかりと考えた方がいいよと、うん、言われるんだけどね。うん。ちょっとその日暮らしなところがあるし。まあ、納金なんだよね、基本的に俺。納金なので、危ない！あいくん！攻撃スキルにね、頼りきりなところがあるんだわな。そこをちょっとね、ちょっと意識改革していかなきゃ。今後はやっていけないかもしんないね。うん。まあ、ほんと、いつもコメント、皆さんありがとうございます。すごいためになってる。あ、ここもなんかさ、敵と強制戦闘せずに宝箱取れるよっていう風に聞いたんだけどさ。え、どうやって取るのこれ。どっかから飛んでいけるのかなしゃ。いや、わかんねえな。すいません。詳しい方、教えてもらえれば幸いです。とりあえず、古代人探しまーす。おっと？ここは、あー。はい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 。なんか覚えてる。覚えてるけど、なんだったっけ？魔法使い？いや、わからん。まあまあ、いいやいいや。一発でいけるでしょう。なんだったっけ？ここ。あ、古代の恐怖か。わおわお一撃だぜ！来た、ミステリー。ミステリー黄金いいね。ミステリー黄金、これは夢があるぞ。いいのついててくれよ、頼むから。お、洞窟、残り二つ。横にあるね。外れかい。外れかい。お、こっちは、当たりだね。チェストが、あと一個。あ、ここにあるか。ここは、風ひげでしょ？風ひげのところは、宝箱がね、たまにあるんだよね。今回もそれか。まあまあ、一撃でしょう。来い、風ひげ。わおわ、怖怖怖。え、エメラルド装備？しょぼいなぁ。エメラルド装備はちょっといらなかったかなぁ。まあ見た感じもうないね。ゴールかな、もう。終わりだね。ゴールでーす。強い！むちゃくちゃ強い！では、クリアしました。クリア後のお楽しみ、商人見ていきましょう。ダメだね。このね、探索時に HP 回復するってあるじゃない。これどうなんだろうね。使ったことはないけど、まあ、回復量も少なかったし、微妙か。微妙でしょ？うん。よろしくないね。うん。冬の指先のダイナも、ダイナも無限がいいかな。と、あと、クールダウンショット、アーティファクトチャージとか、そういうのが欲しいんだよね。まあ、なかなか出ないだろうけど。次。いらない。ダイナモがもともとついてるけども、下がいらない。いや、もともとノーマル装備だからいらないね。はい、いりません。次。テンペストナイフ。いらないね。やーり。闇のアーマー。次。あ。ダメだな。欲しいのはないね。はい。では、今日出た装備見てみましょう。二つだね。エメラルド装備。よろしくないね。ミステリー頼む！あ、HP6% 吸収ある。近接速度 25%。トゲか。いや、これね、もともとついてるやつはいい。6% 吸収と、近接攻撃の速度。まあまあ、スパイダーアーマーと一緒だよね。スパイダーアーマーと全く一緒のやつだけども、いや、よかった。トゲはいらないし、エンチャント、そうね、タンブルビー強い、けども、そうか。魂の袋とかは、ありなのかな？
いやー、そんなにいっぱいはいらないしな。いらないね。はい、売ります。はーい。ということで、今日は、これ、ハープクロスボウのダイナモ出たので、使ってみました。やっぱり無限があると、いいね。うん、無限があると、すっごい使いやすい。そしてね、成長、これもね、良かった。うん。まあ、マルチショットが、もっといいんだろうけどね。もっといいんだろうけども、成長も悪くない。ものすごくね、こう、扇状に広くなってくるので、敵を巻き込みやすくって、めちゃくちゃいいです。はい。まあ、まだね、いいやつをどんどん探していこうと思うので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ダイナモー！